ちの学校で焼き芋大会やるんだ。え？学校で？そう、つぐちゃんにお願いしてあるの。つぐみちゃんも大変ね。秋はやること多いんですね。そうですね、一緒に頑張りましょう。スズムシの声を聞いてるとなんだか落ち着きますよね。スズムシの声、そして淡い月明かり、そこには風情しかないね。ああ、儚い。勉強の秋、期末テスト頑張ろう。勉強熱心ね。ルイさんはこの秋何か頑張ることある？特にはいつもと変わりないわね。落ち葉っていろんな音がして楽しいですよね。